ヨンちゃんなんだよね。クリックリありがとうございます。カノンの子ありがとうございます。おはカノン、キラキラスティックありがとうございます。おはヨンちゃんなんだよね。カノンの子ありがとうございます。おはようございます。キラキラスティックありがとうございます。楽屋ぶりです。公演楽しいね。だってはい、楽しんでくる。キラキラスティックありがとうございます。カノンさんどうも。おはカノン好きだわさ。カノンこちらこそだわさ。キラキラスティックありがとうございます。おはヨンちゃんなんだよね。ヨンちゃんなんだよね。キラキラスティックありがとうございます。おはよう。クリックリありがとうございます。上演上演もありがとうございます。キャッフォーイ、おはよう。おはようございます。これ楽しんできます。楽しめますように。いやでももう本番が始まったら楽しむので、それはもう楽しむって決めてるので楽しんでくる。ビエの配信見えておりませんか。ビエボンボン、はい、そんなあなた、そんなそこのあなた、安心してください。はい、本日もねちょっと昨日ゲリラ配信したのはちょっと新曲、オリジナル曲のなんかメロディーが思い浮かんだからね、ちょっと皆さんに急遽聴いていただこうと思って始めたんですね。今日もちょびっと流そうかなと思ってるのでお楽しみに。おはよう。お目覚めいかが。ぐぐぐぐぐ、今日いい感じですよすよ、いい感じですよ。おはようございます。おはようござるだって。どうも、今日の相棒はくま丸です。んテロップアウェアグレイガップ公演と13周年トークショーかな。そうだね、早く入れよう。 We are growing up 公演 and 13周年トークショー、あおおーと陶化粧になっとる。とくとうんでぃトークショー出席はい、出席確認中だけど、昨日言ってくださった方は気づいた限りは全部ちゃんとメモってあるので、なんか気づかれてないかもって人はもう一度と、昨日は言えなかったよって人はぜひ出席確認してください。おはよう。天使のシャワーカノだって。悪魔がおるよ、一人一人悪魔が、一人悪さんちゃんがいるよ。おはよう。ミネちゃんなんだよね。カノン大好きだ、大好きだ、君が大好きだ、僕はね、よくね走る。Hey カノン。Hi, good morning。おはよう。クリックリありがとうございます。はい、新曲をかけます。ちょっとしたらね。おはようさっちゃん。どうも。おはよう。ゲリラ配信して、そう、寝てた時間かな。そうだね、夜中、真夜中じゃない？カノンの何時に配信したっけ。何時に配信したっけ、8時ぐらい、真夜中ではないか、朝。おはよう、流してくれます。はい、やったぜ。おはよう、詰まった公演とトークショーと頑張って楽しみしてますだって。お、頑張ります。おはよう、今日は黄色カノンさんです。ピンポンピンポンピンポン、おはよう、サンフランシスコ。今日は天使の日やんだって。え、本当に天使の日。エンジェル、おはよう。さんちゃん学校で見れないかもだけど、ちゃんとアーカイブで見る。あ、じゃあ急いでかけようか。
500人、あ、聞いたわ。今500人いったらさ、書きましょうって言ってたら500人いきました。昨日ね、流してたんですよ、新曲を。今回はまだ8小節しかできてないんですけれど、アップテンポを目指して頑張って考えとって振ってきたあれで、なんかアップテンポって言えるか分かんないけど、ちょっとバラードではない曲が作れましたので、とりあえずまずメロディーだけね、そのメロディーだけを一回流すね。それでは皆さん準備は良いですか？よーい、スタート。こんな感じ。これを一回覚えよう。トゥル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 。これにベースを入れます。こんな感じ。聞こえました？ドド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 ド。これにリズムを入れるとこんな感じ。ちょっとコメントストップしてる今。読んでない。ストリングスって言って、バイオリンとかビオラとかコントラバスとかチェロとか入れるとこういう感じ。パッ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 ってなってるやつ。はじゃあ最後はあのエレキギターをちょっと変化球のメロディーを入れます。これちょっとちっちゃいので耳を澄まして聞いて。聞こえたかな？これで完成の、とりあえず8小節こういう感じで紹介をしておりました。じゃあ BGM としてかけときます。さあコメントを急いで読むぞ。どういったかな。村丸さんどっちとしてる。そう、今日は相棒熊丸さんだから。峠でしょ、13周年ウィークの締め公演、あともあれ、あ、何はともあれ怪我なく元気な元気で全力パフォーマンスあるのみたいな。頑張る頑張る。さんちゃんのは今日どんな作曲方法なのかな。ピアノを使うのかな。ガレージバンドを使うんですけれど、メロディーとか打ったりするのはピアノが多いです。なんかとりあえずこう、なんていうのかな、ギターよりはピアノよりというか、キーボード系の方が扱いやすい。そうで、あの、まあ、基本ガレンジバンドなので、どういう何でピアノっていうかタッチパネルっていうかそういう感じ。今日は午後からだから、からの配信見れる。おー、よかった、いっぱい見てってね。
公演でドキドキなのは早川先生、2ヶ月ぶりに当日リハ合わせのみとか超怖い、頑張ってだって。カノも怖いよ頑張ろうみんなで。トークショーは得でしょう。得得。元気ですか？元気あれば何でもできる。123ちゃんほこんばんにゃんとろう、ありがとうございます。今日は一つよろしくね、よろぴくね。おはよう、おはよう、おはようございます。今日トークショー楽しみにしてます。だって了解です。なね、本当にトークショー大丈夫かな、かないい感じで喋れますようにDM の接客に確認言いませんか。ちょっとそれはねちょっと大変ですね。捨てたらもう大変なことになっちゃうね。こちらありがとうございます。プレゼント受け取れたら教えてね。だって了解。今日は古書、はんはん、年けあの日、動物の日、ロールキャベツの日、糖質ゼロの日。ロールキャベツの日が気になりますね。プリクリありがとうございます。初見です、なんでやねん。お声が。今日は大志さんに仲間と力を合わせて大活躍、特技を生かしてチームに貢献。頑張るぞ頑張るぞ。あのさ、なんかラッキーアイテムみたいなのにさ、レッスン動画みたいなの書いてなかったですか。今日はいよいよ新曲 CD を振る舞いのせてずっと聴いてました。おー、いいですね。あの頃の、あの頃の君を見つけたんだ。昨日ね、ゲリラ、ちょっとゲリラは本当にゲリラだったから、もう来れない人続出って感じだったと思う。朝7時頃か。だるまさんが来るんだ、ありがとうございます。クイックリありがとうございます。青空はレナさんポジは誰かな。レナさんポジはミレイちゃん。誰かの声がそうくらい、ミレイちゃんだと思われる。ミレイちゃんの声が似てるってなんか言われてたと思うから、そうミレイちゃんかな。ジュンジュンありがとうございます。しかもラッキーポイントがでしょ、レッスン動画。あれ、カノンさんのための占い。そう、レッスン動画いっぱい見てちゃんと確認して頑張る。公演 DMM で楽しみます。だって楽しんでください。あの死んで天使のカロンちゃん、おはようございます。おはようございます、ありがとうございます。そんな風に言ってくれて、鍵くれるのと思う。天使、あ、ちょっと悪魔さんが2人ぐらいコメントが、おはよう、またね、あーやねん、わーキラキラ、ありがとうございます。天使の日に天使たちが劇場に舞い降りるとは、ははは、天使になれますように。メインとってカノさんは天使っていうより聖母って感じ。え母おはようございます、嬉しい。だってピザティピザテンフォテンフォーの日、ジューシーに日、うん、とんがらし麺の日、イワシの日、なんかいろんな日だね今日も。おはよう、引っ越しの境の曲違いますよ。クリックでありがとうございます。森永エンゼルパイ、うんうん、エンゼルエンゼル、うーちょさの折れたエンゼル、おはよう、ほう、クリックでありがとうございます。そう、違った感じ、そう、今までとはちょっと違った感じになってるよね。 おはよう。チーム入り口って曲をちょっと思い出す、可愛い感じ。ああ、入り口をどこかで見つけよう、お、新しいとはですね。天使の日、もや天使の日、徒歩の日、女子会の日、お取り寄せの、お取り寄せの日なの、へえ53ちゃん管理ありがとうございます。ずんずくずんずくずんずく、好きな新曲になりそうな曲ない、本当ですか全然全然。ご視聴めちゃめちゃお届けありがとうございます。おはようございます。今日も早起きて配信お疲れ様です、ありがとうございます。うんうん、そう、いろいろ入れましたね。おはよう、さんちゃん、ベースの音が弱い、ああ、いろいろね調節しながら
どこ行ったかね。そういろいろ入ってます。おはよう、新曲とか朝食欲しいなっちゃった。大事なのでコメントするしていいよ。だっていいの待っててね、ちょっと今急いでるから。ピアノベースの軽快な音楽なんで、ね、歌がどうなのか確かにね、そうまだ思いついてない。おはよう、もうなんか新しい楽しみだ。だって楽しみに しててね。てん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 、おはよう。弦が入ってると乃木坂っぽいね。おお、弦楽器、なるほどなるほど。ふっくりありがとうございます。今新幹線名古屋に向かってるよ。おお、これ楽しみにしてるね。だって待ってるぞ。イントロはどんな感じになるのか、とてもそう、これまだなんか小説しかできないじゃないですか、聞いていただいた通り。だからその前後だったり、そうイントロだったりどうしようかなっていうのはまだ全然思いついてなくて、だから一つはその昨日も話したんだけど、リカちゃんがそのガレージバンド使ってなんかやってるみたいなのも聞いたから、そう一緒にやれても面白いかなって思ったし、まあね、リカちゃんにもリカちゃん の, スケジュールがあるから忙しいかもしれないか分かんないんだけど、全然何にも決まってないんだけどね、勝手に思ってたり、あとはヤコハミにもこういうなんか音楽できる方とかいると思うから、一緒にね作ったら面白いかなって思いました。まあできなくても口ずさむだけでもメロディーは考えるし、まあこういうね作成経過を一緒に楽しんでいただけたらなって思います。だからもしなんか思いついたぞっていう方がいたら、ツイッターとかにね上げていただいたら、なんかつなげたら面白いかなって、ヤッコファミリーとこう共同制作みたいな、そう面白いかなって思いました。昨日カネの子ありがとうございます。できます、これ頑張ってね。だって頑張るよ。777人ラッキーセブン、おはよう。 LOV ビッグハートポーズ、春の日差しの春の光を、なんて読めばいいんだろうこれ、早期そう、うん、思い起こさせるってことだもんね。そのままような曲でナイスです。そうだって、ありがとうございます。おはよう。ソフトの使い方を覚えれば作曲って手軽にできる。うん、そうそう、才能も必要、出演必要だけどね、完成目指して頑張って、頑張る。本当にね、とりあえず曲を作るっていうことは誰でもできると思います。おはよう。トークショーはトークでしょう。あ、2回目になっちゃった劇場にいてもトークショー、トークショー、トークショー、あ、なるほどね、トークショー、理解力コードだよ。おはよう。 DMM で楽しみます。はい、楽しんでください。研究生公演が最後なの、もしかしてもあの、もしかして、もしかしたらけどみたいな。今日は DMM です。明日の13日のスペシャル特賞劇場行きますよ。何かあるかな、何かあるかな、どうかな、わからないですね。あの、いや何も、おはさんちゃん軽快なテンポですね特報今、あ、今日の公演で彼女が天使でマジックなポーズを入れてくれます。キラキラってします。ワンちゃん好きや、ありがとう。なんちゃってポーズ。昨日のゲリラが12周年の最初がアーズコイの DM とかぶったからアーカイブで再度、そうかぶっちゃったみたいで、はい、今雨の動物園見てたよとか言って言う方もいたから、キラキラありがとうございます。おはよう。あ、チーム YouTube と思ったらどちらのキーが C だと、これは素敵な偶然。わっ、じゃーん、くまちゃん、くまちゃん、今日はくままライブならくまにやかやのって、ありがとうございます。くまちゃん、くまちゃん飛んできたとき気づいてなかった。いつ飛んできたの、くまちゃん、ありがとうございます。
くまちゃん、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 ありがとうございます。今日は同化しそうな色だよ、くまちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。今日はエルちゃんの日、あ、天使だもんね。そうかもしれない。天使といえばそうですよ、好きには天使といえばエゴさんがいらっしゃるじゃないですか。五十監督にありがとうございます。公演楽しんできたので、うん、カナンの子ありがとうございます。おはよう。265日、ありがとうございます。265日、どうも。今日は公園で後ろの席から耳向きのうちは振ってるのが自分です。だって、あ、本当ですか。トークショーも楽しみ。了解です、了解です。耳向きの OK。 楽しみましょう。今日もおはこんばんちは。昨夜の配信見逃してたのが悔しくて質問できましたんでした。嘘です。だって良い、早いですね。嘘です。告白が早くてよろしいです。頑張って、頑張る。おはよう、お仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張って。265日、はい、ありがとうございます。頑張ろう。なんか俺いつもみんなにクッションにされてないされてるされてる、ちょっとされてる。265日、 Thank you。 リカちゃんと表情ね、いいかなと思って。100ファニーと曲楽しそう。うんうんうん。今日は早く劇場に行って2年ぶりに観覧車に乗ってくる。おお、いいね。観覧車、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 当たる、当たりますように。カロンのカードカロンのカードが当たりますように。おはよう。じゃあ私はタンブリンに参加します。はい、頑張ってください。原太鼓担当のたぬきです。いいですね。さんちゃんもやっぱり可愛いな。今日の声頑張ってください。頑張ります。クイックにありがとうございます。特賞、ディナー賞ってのもいいのに。なんでよね。なんでよね。明日も何か発表あるって気になる。そうですね。気になりますね。カロンの声ありがとうございます。おはよう、ヨンちゃん。なんでよね。おはよう、さんちゃん。久々の声に不安で震えてる。母が支えてあげてください。だってカロンさんも震えてます。もうかくぶる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 。ミレイちゃん、私がいないのに嫌う。ミレイちゃん、あ、私がいないのに嫌うするのね。だってする。ミレイちゃんの代わり、代わりに、代わりにならないけどしてくる。ジュエンジュエン、ありがとうございます。サイレントギフト投げしてるんで、あ、そうなんですか。くまちゃん、くまちゃんが2人いる。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃんいじる。くまちゃんさ、違うぜ。おはよう。これサビにするのなら A メロかは、 A メロは C から始まらないやつ。 F とか、あー、うん、 F から始まるの。へえ、新しい。ラブトリって何？あ、ラブトリー、ムーキーの彼方へ。なるほどね、 F ね、覚えておこう。考えてみる。ちょっとできるか分かんないけど。はい、遅くなりました。だって全然ですよ。来てくれてありがとうございます。はやかちゃんがありがとう。うん、たっぷり話しかけてあげてあげるといいかも。だって、うん、いっぱい話しかける。カロンも不安ですからいっぱい話しかけます。おばちゃんはもはや大天使ですね。はい、本当に癒されます。うんうんうん。おはよう。そういえばまたアクスタとうちは受け取れ、あら、受け取ったら報告するね。だって、おお、あ、待ってるね。アクスタ、アクスタっていうんだね。アクリルスタンドだよね。アクスタ、アクスタ、かっこいい。ドゥドゥン、おはよう123ちゃん。あ、そうだ、あのツイッターのピュレ組、多分スヌちゃんが全く同じのを買ってた。はいはよ123ちゃん、おはよう。観覧車かな、東海ラジオのショーが
見えるんですね、だってほん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 。では仕事行ってまいるさ、頑張ってね。ではまだ本当にガレ版を使ってみ始めてるって感じね。うん、そうなんだ。みきちゃんが公演始めから見てと匂わせてました。何があるか教えてください。初めから見て、え、なんだろう、何のことだ。初めから見てくださいお願いします。観覧車で境の町観覧してくる、してきてくれ。かのんちゃんは何でもできるってすごいなって言ってたよりん。そんな何でもできるわけがないじゃない。もうお勉強なんて大変なことになってるよ。トークショーリアルタイムで見れるかな。トークショーチクショーなんでやねん。ジュッキーに会うのも久しぶりなんかあったりした。ジュッキー久しぶりだと思う。まかりにお挨拶に行きます。お、トーク会ですか。楽しみです。僕にも曲の作り方教えてください。教えます、教えます。か、曲をとりあえず作るのは簡単です、多分。自分はメイボーカリストで参加してもいいですか。お餅乗るんですよちなみに今日の席は4列、回転通路側。待ってよ、名前がどこにあった。4の回転の通路。 OK、 ちょっと久々だから皆さんのことを見つけられることを祈ってる。頑張って見つけます。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。加入当初の AKB グループの曲をほとんど知らなかったかのんちゃんがいろいろイントロ歌うようになってすごいね。だってありがとう。はよんちゃん、なんでれん。お風呂で作った鼻歌を曲に落とすアプリないかな。かのんは腹ペコグググそれはただってですか。昨日の配信で早かったので主練しても不安がってたね。出演が少ないと久しぶりで、頑張ろう一緒に。ハローもハローもハローも不安だよ。すのちゃんと恐れて、そう初役目しつか、初だったの。そう、すのちゃんと恐れっちだったと思う。あのグミのやつ、おはようございます。すのちゃんが見てって、美味しそうでしょって自慢してくれた。おはようございます。265日、そう265日、気づいた、さっきイカワを言ったの。おめでとう。次は360。おお、確かに達成の時だね。みきちゃんだけ何かするのかな。なんだろう、今日劇場行ける人いいなー。だって、かわいいな、頑張ってらで、ありがとうございます。かなりの会ありがとうございます。おはよう。ジュッキーメンバーと会えるのもそう久しぶり。今日は行きたかったなんて、まだやってない。そう、今日はジュッキーと、そう、はい、やってないです。はやかちゃんとマネージャーさんとの面談、注意されないといいの。だって面談があるの、会うからってこと。あー、なんか呼び出し食らったって言ってたね、はやか先生。なんかそんな職員室に来いみたいなねえ、ありがとう。めっちゃカノンさんがお茶碗持つ方ね。上手でしょ、こっちですね、お茶碗。そう了解。上手ね、想像できたよ、想像。上手のよ通路、想像できました。おはようさんちゃん。今日は夜中にカントローカルの TBS で歌唱力の特番がるわじゃん、でも放送
TVer だ、 TVer。 髪の毛が変だな。 TVer だ、 TVer。 きっとさんちゃんと一緒なら早川先生も大丈夫だって。早川ちゃん大丈夫だよ、全然大丈夫だと思う。そんな可愛い、そう初対応、意外だった、意外だった。今日もはやかちゃんマネージャーと一緒に公園に出ます。マネージャーも歌って踊る。なんでやねん気づいてお餅乗るんじゃないですか、照れちゃって。モータンルーム行ったらクレヨンしんちゃんの人形があったというわけで、モノマネする。おい俺しんのすけだぞ。曲が止まった。もうこんな時に止まらなくてもいいのにね。チケ戦がなくなって新しい応募方法があって当選できる自信がない。あ、次日本行ったら応募してみるけど、ぜひぜひしてね。カノンの出る公演がいっぱいあるといいな。おはよんちゃん、なんでね、はやかちゃんの呼び出し一緒に行ってあげる。それはちょっと怖いわくりくりありがとうございます。食いしん坊かのちゃんは右手も左手もちゃん持ってます。食べれないじゃないですか。かのさん、みんなはやかちゃんばっかりじゃなくて私の心配もして。本当だよ、かのんの心配もして。これちばくん、かのんちゃんも心配だ。暴すぎよ。歌唱録の番組 TVer でも見れるのか、それはいい。うん、はじめまして、なんでやねん。押します、押されます。マネージャー1列目のセンターで監視してくるかもです。怖いおはよう。あ、落ち着いた。モノマネ調子いいね。誰も知らないコロナでありがとうございます。マネージャー、沢田も呼び出してる。マネージャーさんもさっきの先輩みたいに元アイドルとかの踊れる人っていると思うよ。さっきもさん以外にも、さっきもさんはいけそうですね。全然いけますね、バッチリ。カロンさん完璧だから大丈夫ですね。だって大丈夫かな。ちゃんとアーカイブで見るの見るね。だって見てね、カロンさん頑張れ。やめた音が怖い。もうじゃあ、ああ、カッコが呼ぶんですよ、カッコが。今週最初、あ、月曜日、今日。頑張ってください。いってらっしゃい。張り切って、今週も頑張りましょう。ファイト。カノン頑張るの。キャハ。元アイドルの、なんかさ、さっきからさ、なんかやるたびに音楽が途切れるんだけど、これは何、仕組まれてるのかな元アイドルの社員はなかなか、そうですよね、聞いたことないです。ファイト、ありがとうございます。嬉しい。カロちゃん頑張って、好きやーだって。いやー、ありがとう。今日 E のトークショーで語ったステージから落ちた映像、今日も誰も落ちませんように。怖い。怖いよ。はやかちゃんが、かのんちゃんも星って何応援してるに決まってるがなって。ファイト、ありがとうございます。フリックリ、ありがとうございます。問題児、かのんちゃんも問題児、誰が言ってんねんって、どの口が言ってんねんって言ってましたか。問題児、ああ問題児なのかな、かのん。どうも問題児です。僕がフロリダから音楽のオンオフをそうさせてました。荷物、いや怖いですね。タブレットを乗っ取ってるんですか。怖いよ、そんなこと言ってない。かわいい、ありがとう。前で五十嵐沢田青木リカちゃんどうしたろ。新井先輩のプロレスいろいろ調べたら、元アイドルのプロレスラーさん、はんはん、結構いらっしゃるね。そうなんですか。そういえば名前変わってるの気づいた。みくるみきのになってる。その続きがちょっと書けちゃって読めないんだけれども、
長い名前だとね最後まで読めないのこれ。でも変わってるのは気づいた。神ってついてる。神もうお餅のもんだよ。音楽が止まるのは偶然ですか必然ですか。わからないです。偶然なんですけどね。おはようさんちゃん大好きだ大好きだ君が大好きだ僕は全力で走る違う大好きだら大好きだですね。めっちゃおひなのうんうんうん。おはよう。あマジで一人一人出るから事故怪我気をつけて転落転倒すり衣装ね。あああ気をつけます。ちょっとじゃあこれそろそろ8小節ばっかり聞いててもあれなのでこっち流そう。曲を変えていきましょう。かけてないよこれが。かけてないの？あそうなんだ。神おはよう。今日は楽しみだ。お初見さん神の中ありがとうございます。あ初見さん2人も一気に。おはようございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと金汁をちょっと書いて沢田かのんです。ペコリゴン。おミクロンがどうしたみくるちゃんが入った。みくるん。昨日はカメラマンになってスキーメンバーを撮影する夢を見たんだけど、かのんちゃん出てこなかった。ピエンちゃん。どちらの曲も大好き。ありがとうございます。呼ぶより早かの上のランクの名前にしましただって。いいですね。いいですね。ジュエンジュイありがとうございます。おはよう。押すよ押すよ押されるよ押されるよ。今日は公演楽しみにしてるトークショーもね楽しみ楽しみ楽しみ。めくりがつん噛んじゃう噛んじゃう。神ポーズ神ポーズ神ポーズ。心からだから激辛。そうへこりへこり。ショールームで話すときラジオ番組で話すときは緊張。やっぱりショールームは緊張しませんがラジオ番組で話すときは緊張します。なんでだろうね緊張します。へこりゴン。この曲かかるとありがとうと言いたくなります。え素敵。それはありがとうって言ってくれ。あもうすぐ来ますよ。ちゃちゃちゃーんありがとう。ジュエンジュエありがとうございます。どうするアレンジができて上がってきたら曲がアップテンポになってたらキャーでもこれがアップテンポになったらさすごいよね。逆にアップテンポの作り方をちょっと教わりたい。教えてもらおうかな。アレンジしてくださる方に教えてくださったら嬉しいです。かのんちゃんのサインコサインタンジェント独占そしそし。昨日のみくるの配信でそのこと好きだってねって言われて今も好きだからこのまま応援したわって。いいねいいね。みんなのこと愛してね。カロンのことも忘れないでね。オリジナルアルバム発売まだです。今日はカロンさんつる餌あ何にしようか。どういうこと。今日のカロンさんつる餌は何にしようか何にしようか。ありがとうありがとう。公演後のトークショーといえばかのんちゃんが寝ないかめっちゃ心配な僕はどうしたいでしょう。どうしようね。あ
本当に神戸あの時本当に公園で全体力を使い果たしたんですね。本当に心配ですか、大丈夫かな、今日も久しぶりじゃないですか。そんな寝るとかふざけたことをしようとしてるわけじゃないんですけど、ちゃんと集中力を保ってできるか心配です。頑張れカオン。ショールームじゃないといつも調子が出ないので結構いろいろな中ちゃんです。あ、そうなの、ミクよりそのミキノンってとこにミキノンルンに否定的なことを言われてするように優しい、ミキノンルン、ミキノンルン面白いね、ミキノンルン心から歌からは練習を兼ねて一回は歌ってみたらと思うけど、あ、いいよ、ちょっとじゃあ初で歌おう。ん、かのんちゃんオリジナル曲そろそろミニアルバムできるくらいの曲数になってきて、そうね、ミニアルバムぐらいの曲数にはなったんじゃないかな。トークショーはいつみきちゃんの例のラップは聞けそうな気が、お、例のラップ、一周率言えるのは誰だっけ、わからない、かのんは言えないです。 3.14 しか覚えてない、アップテンポ合ってる、アップテンポの曲といっぱい書くと書けるようになるんじゃない、あーアップテンポの曲ね、いっぱい書く、頑張る、試行錯誤だね。おはよう、そろそろしなきゃ、あ、ほんとだ、あと5分ぐらいで来るかな。今日も楽しい子になりますように。寝ちゃうのも面白いよね、がっつり寝ちゃったら逆に面白いよね、ちょっと ダメではあると思うけど。ワクチンの副反応収まらないまま仕事しなきゃ気合いください、頑張って、せーの、キレイだキレイだキレイだ、おう、キレイだキレイだキレイだ、おう、キレイだキレイだキレイだ、おう、頑張ってください。昨日のいいのトークショーで里加穂さんがアドと可愛いさんには距離が必要なので、え、距離、距離が必要なんですって。なるほど、あ、なんかで教えてくれてた、ツイッター、下はネットで冷たいわらび餅でいかがですか、飛びついてきますよトークショーでは犬糸取りの手番もあるのか、わからん、ありそう、ミキノンルン、アンパン、アンパピシズミーナミキ、どういうこと、ミキちゃんが、ミキちゃんが2人入っちゃったミオだ最後、ミズボ先輩のルームで今日帰ってごめんしたら今日もですよねと怒られてよ、ディ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 カシナロ、はぁ、あ、今日もです、今日も可愛いんです、今日も可愛いんです、犬言った通り、カロンちゃんの距離ができる人おるやんって見てて笑って、距離近すぎ仕事行ってきます、これ楽しんでね、だって楽しんできます、寝たら今度は彼女が邪魔に呼び出されるしね、そうだね、気をつけなきゃ、トークショー当日に来たらと言われたトークで見てます、うー、おはよう、あ、時間の公園 DMM をして持って最善見つけて、ね、頑張って行ってきてな、見つける、おはよう、ごゆっくりありがとうございます、素敵、みんな好きよ、あの大好きや、わー、パワーアップした、嬉しい、パワー、おはようございます、カナエの会ありがとうございます、7時47分スーちゃんが来ますね、もうすぐ仕事始めます、公演気がなく楽しんで、マジカルカノン、マジカルカノン、おはようさんちゃん、じゃあ一回歌ってみますか、あ、スルちゃんが来るかもしれないね、スルちゃんが来たら一回歌おうかな、おはようさんちゃん、神ポーズ、これこれ流行らせるの、なんだろう、プリクラとか撮るときに使ってみて、神ポーズ
なんで神ポーズか分かんないけど、すぬちゃん今週最初の投稿時間気になるの、今週も気合いって投稿だね。そうだね、いい感じに49分に出てってくれるとバッチシなんだが、申し込もうとしたらバイトあって申し込みませんでした。おはみーだって、おはみー、あ、公園から、うん、遠く帰るから、うん、頑張れ、てらっしゃい、頑張ってね、だって、あ、またね、どっかで申し込みできますように、つぬちゃんが公演頑張ってね、だって頑張るよ、かのちゃん今日は可愛い、今日はじゃないよ、今日もだよ今日もだよ、今日もだよ、今日も日焼けしたしたかもしれない、最近さもう秋になってるっていうのに日差しがもうカンカン照りで、すぬちゃんじゃんけん、早速カメポーズやめ、あ、やってみて何カメポーズってカノがやったんだけど、すぬちゃんたき、あ、公園ね、当たりますように来てほしい、いってらっしゃい、すぬちゃん、俺は頑張れるだって、うん、頑張れるくっ、はじさんちゃんじゃなく初めてお姉ちゃんで、嘘、お姉ちゃん結構言ってるはずなんだわ、わからないですね。明日も可愛い、ありがとう。はずさき言った沢田家の絵馬見つけてほっこりしただって、お、見つけてくれた、そう、いっぱい固まってるからね、一個見つけたらもう全部見れます、皆さんぜひ見てきてください、すぬまる、すぬまる、家族が応援してくれるのは何嬉しいよね、そうだね、皆さんの応援も嬉しい、嬉しいよ、より道はいかんですよ、トーク会は、あ、幕張のトーク会は今日の12時が締め切りです、業務連絡ありがとうございます、皆さんお逃しなく、かのんちゃんがやり始めない、それって私がやったんじゃないんだから、えそう、これね、神ポーズ、神を表したかったらこうなった、ウサギじゃない、ウサギはこうじゃん、神、かのんの中ちゃんかが進んでる、中ちゃんか、この前すぬままさんのガサゴハのクオリティの高さに羨ましたが、羨まん、いつも可愛い、ありがとうすんちゃん、もう可愛い、妹や可愛いよ、寝てる時が一番可愛いけどね、フフ、公開通夜に初めて聞くとスッカーだって、ぜひぜひ、この位置だと俺の頑張ったカノンさんに食べられそう、五十カロンさんに好きなさんにお届け、ありがとうございます、ポイントね、うさぎの、うさぎと神は違うね、そう違う、お見逃しなくってクレヨンしんちゃんに聞こえるな、お見逃しなく、はい、それではちょっと一回歌ってサンデスタイムに行きたいと思います、強く抱きしめて
し覚えてるかな。覚えてますか、あの歌を、あの日のハーモニー、穏やかな目で私を見つめるあなた、二人の時は間に合うかな？間に合うかな？ありがとう。ありがとう。心からありがとう。あくびえるもマジで歌うからマジでありがとう。はい、ということで聞いてくださりありがとうございます。ドゥ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 、みきちゃんに久しぶりに押しますポーズしてみようと。押すよー、してください。ドゥ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 、アジカのお家のおかんありがとうございます。会社ついて頑張って、カメラの子ありがとうございます。おはよう。じゃあ聞いてくれてありがとうございます。サンデスタイムに行きましょう。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンデス、ありがとうございます。12位サンデス、アットの客ファミリー、イエーイ、ありがとうございます。11位サンデス、ありがとうございます。10位サンデス、アットマーケットハーニー、ありがとうございます。9位サンデス、ありがとうございます。8位サンデス、早くさん早くさん点々とになっちゃった。7位サンデス、アットマーケットハーニーネットリー、ありがとうございます。6位サンデス、アットマーケットハーニーペコリガン、ありがとうございます。5位サンデス、アットマークオン天使、ありがとうございます。ちょっと気が読めない。そして4位さんです、アットマークやこみんちは、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマークコミリオディディ、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマークやこハムリワロンワロン、ありがとうございます。そして今日の第1位はトゥル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 てんさんです。あとは、あ、落ちちゃった。ありがとうございます。そして今日の85位やっこさんは、さんです、おめでとうございます。あなたもぜひやっこファミになっちゃってくださいね。バッキュン、なんて読めばいいかわからなかった。ぜひやっこさんなっちゃってくださいね、やっこファミリーに。はーい、ではあ、時間くらい、今日は2738人の方が見てくださったので250円の貯金を
します。もうあっちに行くスタイルにする。バランス取って。それではあと2分ぐらい泳ぎ気をつけなくても今日は良かった。ヤッコドアカノンのオーディションの時のエントリー番号が85番だった。だからヤッコちゃんって呼ばれてて、そっからヤッコファミリーができた。耳がなかった、大変だ。さあ、それでは少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、またこやね。ありがとうございました。落とすかもしれないしね、時間がなかったから今日はあそこでやりました。バイバイ。今日も見てくれてありがとうございます。今日は今日か、何をとぼけたこと言ってんのって感じだけど、今日だ公演、頑張る。またこやね、バイバイ。公演見に来てね、特賞も見てね、バイバイ。後ほど後ほど、バイバイ、頑張るぞ。バイ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 、頑張るの。キャッ、今日だよ公演、うん、今日です。はい、頑張ります。今日だ、頑張る。おぼけやね、時間があるぞ。時間が、あ、なくなった。バイバイ。